Guys, welcome back. It's your man Eddie Bo. Welcome to number 15, episode 15. Luffy, man, this man, he going hard to save his bro, but he ain't looking too good. So let's continue on and see what's happening on this episode of One Piece.俺は歪んでる。こんな時に親父が弟は仲間たちが血を流して倒れていくのに俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。 夜と死なみは超えられんか白ひげ。エース、俺は死んでも助けるぞ。あなたは前だけ見てなさい。処刑台への道はバタ足に任せて。 もう諦めんかい白ひげ。誰に物言ってやがる。俺は白ひげだ。ライフル。
とんでもなしぶりな力の巻き込まれないように急ぐのよんな。何としてもエースを救い出す。貸せない。オビ、どけよ。助けに行くぞ。待ってろよ、エース。障害を排除する。障害を排除する。やろう。おでを打って白ひげと組むなんて、ちっと引きまうじゃねえ。俺は誰とも組みはしねえよ。戦争は十分楽しい。ここらで引いていくよ。フフフフ。手を貸してやる。あやつらの喜ぶ顔は見たくねえんだ。やっぱりあの人はすごい。
Let's go.
ルガ、そなたのためにこの程度わけもないぞ。エースさんはそこにおるというのに道を阻まれて進めんか。すぐに見せてやるぞ、白ひげ。やれ。やめろあの子。
しみはせんぞ。射程範囲に入ったか。次世代の申し子が黒刀から逃れたのも運命だ。海軍本部中将じゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくばわしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌だ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なす。貴様も人の親だ、ガーブ。戦国白い家の力だ。覚悟しろ。
力で行かせてもらおう。この戦争の結末は我々の勝利、その二文字だけでいい。お前ってやつは麦わらのルフィ、お前も死刑に値する。兄弟ともに私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの奇岩と風船、処刑台が崩れる。落ちるな。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エースー戦えるか、ルフィ。もちろんだ。